ございます。48さんお疲れ、ありがとうございます。弁蔵さん、お弁当箱を包む風呂敷みたいなやつ、ありがとうございます。トシさん、だるまありがとうございます。トシさん、ハートありがとうございます。鈴木さん、ハートありがとうございます。マスタコッティさん、ハルタバありがとうございます。握手会ありがとうございました。ゴンさん、おっぱいありがとうございます。消防さん、リスがさつまいも持ってておいしそうなやつ、ありがとうございます。こんばんは。今日は握手会ありがとうございました。今日は握手会で制服を着ました。なぜ今制服を着てないかというと、その理由てんてんてん。今日もう休憩生みんなでなんか制服デーみたいな感じで制服をみんなで着たんですけど、終わってから着替えて帰ってきたんですけど、その途中にね、レッスン場によりまして、レッスン場によって制服をレッスン場に忘れてきまして、制服をショールームで着ようと思ってたんですけど忘れてきました。ゴーさん、ハートありがとうございます。やっぱり朝ショールームをやらないと忘れ物をたくさんしてしまうということで、そう、忘れちゃった。なのでまた持ってきたい気ますね、ショールームで。なので正直でよろしい、ありがとうございます。なのでモバイルメールで取りに行ってくるかお願いします。なのでモバイルメールで写真を送ります。悔しいです。スプタンカクタン、タコさんありがとうございます。見たい人はモバメでよろしくお願いします。なのでまた今度持って帰ってきて着ようかな。タンタンメンタンブラボー&ブフォー、ありがとうございます。そう、ツインテールですね、服。そうだよ、ツインテールはそのままです。そのままです、そのままです。あれは自前ですか？はい、自分で買ったやつです。こんばんは、こんばんは。大富豪デミハルンと対戦できました。おお、モモね、さっきやったんだよ。そう、モモタンに初めましてしたよ。ありがとうございます。そう、今日からなんか大富豪の第4弾が始まりまして、そうですよ、大富豪の第4弾が始まりまして、カードも抜くようになった。大富豪のカードが新しくなって、まずなんかクリスマスのこうやってやってるやつ、そう、それがあったんですけど、なんか一回もうガチャを引こうと思いまして、コインが溜まったのでガチャを引いたら、一発目でなんとジュリナさんが出てびっくりしました。そう、なんか一発目であれじゃん、 SEC みたいな一番レアなやつ、そう、一番レアな、なんか一発目でジュリナさんのカードが出てめっちゃびっくりした。そう、一発目でピコン、わあ。そう、そう、もう、まあ、あそこも持ってるんだよね、なんかジュリナさんのアイコンのところ、壁紙、なんか今はモモの顔、顔になってるんですけど、あそこのやつがジュリナさん持ってます。須田さんは出ないんですよ。そう、でもあれは揃ったよ、須田さんのパイレーツみたい。パイレーツ、そんなやつ。そう、須田さんのエクステアもらいましたか。あ、そう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 、聞いてください。須田さんの髪の毛が取れてたんですよ。わかる？なんかびっくりした。なんか取れたんですよ。びっくりした。髪の毛が取れた、なんかポチって取れちゃった。そうです、
ハゲにはなってないけど取れちゃったびっくりした。え、なんかねえ、びっくりしたなんか最初取ってた時になんか、なんかすごくびっくりしましただってさ、髪の毛って普通取れないじゃん。ももはちゃんと美容室に行ってこうやってね、一本一本取ってもらうかと思ってたんですけど、自分で取ってたからびっくりした。え、本当にびっくりした。あれはびっくりした。見たことなかった。なんてエクテみたいな、違うエクステか本当にびっくりしたよ。だって髪の毛が取れたんだよカツさん、コン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 、マレキラコのコン、ありがとうございます。カットしたん、ブラボー&ブホー、ありがとうございます。そう、びっくりした。そう、初めて見た、初めて見ました。モモの、あと同い年の友達にはそんな人、そんなあの髪が取れるお友達はいないのでびっくりしましたスペダンカクタンハート、ありがとうございます。ユキさん、リスがさつまももてとおしそうなやつ、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、やっぱりそうですよそうそう。あと昨日野永さんの卒業公演に出させてもらいました。そう、なんかあの2分間 MC が終わった後に出ました。なんか須田会ステージで出ました。そうそう、なんかさやが2分間 MC で、その後快速と動体視力っていう曲をあの須田会でやりました。いちごパワーちゃん、誰もありがとうございます。そう、こうやって快速は止まらないってやりました見た人、はーい。そう、劇場でもなんかモモのサイリウムを振ってくださる方がいて嬉しかったです。ありがとうございます。あ、みんな見ましたね。ありがとうございます。後で見る予定。ありがとうございます。ホリーさん、誰もありがとうございます。マシマシさん、コン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 、マネキネコのコマン、ありがとうございます。モモタン、シルクはいいの？あ、急に。はい、シルクはいいですよ。 2.0 学校で言うと A。 そう、野々垣さんのあのドレスがめっちゃ綺麗だった。すごかったよ、めっちゃ綺麗でした。今日もあの須田さんの髪を一緒に触りながら、あの最後にお疲れ様ですって元気よくお別れしました。そう、寂しいけど、まあ、最後はねちゃんと元気にお別れしようと思い、ちゃんと元気にお疲れ様ですって言ってお別れしました。そう、モリモリなんで一緒に触りながら、そうですよ、そうですよ。黒ひげの大平さん、コン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 、招き猫のコマン、ありがとうございます。バドミントン楽しかった、ありがとうございます。今日ももあの相模さんとバドミントンさん、違うバドミントンにさんはいらないね、と相模さんとバドミントンに行きました。相模さんのブースとバドミントンをしました、握手会でありがとうございますそうそうそう、バドミントンさんノーノーノー、相模さんでなんか味噌煮込み、味噌煮込みか、味噌煮込みを、味噌煮込みといきなり団子をもらいました。冷やした焼きももらいましたよ、美味しかった。
はい、バドミントンさんです。いいお返事ですね。おいしかったです。そう、バドミントンはみっちゃんとやったんですけど、あの本当にあのガチでやろうねっていう約束をしまして、こういうめっちゃ睨んでる写真を撮ったので、それも後でモバメに載せます。めっちゃこうやってこういう写真をしました。撮りました。あ、結構上手くなった。ありがとうございます。今の時期は外でやると寒いので握手会でできてとても嬉しかったです。明日は幕張で握手会がありますので、今日来れなかった方はぜひ明日の握手会も来てください。ご清聴ありがとうございます。来週は行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。明日も行くね。ありがとうございます。明日も、明日ガチミントンあるかな。ガチミントンでお会いしましょう。バドミントン。そう、明日も時間があったらいろんなブースを回ります。待っててください。あきひこさん、ハートありがとうございます。お正月なら羽子板になるかな。いいね、それナイスアイディア。こうすけさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。アバターがすごいですね。魚を持ってますね。明日も制服。ノン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 。明日は制服じゃないですよ。明日は何着るかをお楽しみに。ピーナイキさん、リスがさつまいも持ってておいしそうなやつ、ありがとうございます。ほかパキン、カッカッカ。あ、そっか、羽子板だったら炭も用意していかないといけない。ももは習字習ってるんで、家に炭はいっぱいありますので大丈夫ですよ。家に炭はいっぱいあるよ。まさかのオフショル、わらわらわら。まあお楽しみに。楽しみに。あ、炭、あ、墨汁と言いますか。そうですね。そうです、そうです。トナカイの着ぐるみ、まあまだ11月30日ですよ。まだ、まあ、ここは普通にもうね、もうの気分がクリスマスなんですけど、まだ世間的にはクリスマス早いかなと思ってますね。なのでもうちょっとしたらですね。トナカイいいね。鼻赤くしたい。こうやって絵の具でここの鼻を赤に塗る。塗りたい。やっぱ早いよね。でもこれはもう飾りつけちゃったんで、このままいきます。ありがとうございます。今日のコーナー、やっぱりみんな待ってますか。今日のコーナーは新コーナー、名付けて、やっぱり皆さんもね、新コーナーが見たいと思うので、今日の新コーナーは名付けて秘密の心理テスト。今日は皆さんと心理テストで遊んでいきたいと思います。それでは早速いきたいと思います。第1問、じゃらん。はい、じゃあまずこれですね。はい、お弁当のおかずは何問題。お弁当に一つだけ空いているところがあるよ、何を入れる。あ、ハンバーグ。い、卵焼き。さあどっちでしょう。あ、唐揚げはちょっとないですね。ハンバーグと卵焼きの2択で答えてください。ウインナーはありませんね。ちょっと2択でお願いしますね。ハンバーグ、卵焼き。ちょっと
あの他の考えがたくさん来ておりますが、ブロッコリーとかたくさん来てますね。須田さん、須田さんはお弁当の中身しちゃダメですよ。いきなり団子、ちゃんと答えてください。これでハンバーグと卵焼きの2択ですよ。ちくわはありません。今朝もありません。もうお弁当箱に入りません。大きくて潰されちゃう。卵焼きの甘いやつ。細かいですね。ハンバーグにしとこう。ポテトはないんですが、まあ、ハンバーグと卵焼きの2択で。じゃあもう答えを言いますね。答えっていうか、まあ、結果、診断結果を見たいと思います。まずハンバーグと答えた人、はーい、これは精神年、あなたの精神年齢の占いです。ハンバーグと答えた人は、あなたの精神年齢は赤ちゃんレベルです。ハンバーグと答えた方は精神年齢赤ちゃんレベル。次、卵焼きと答えた人は精神年齢まるで大人ですね。自分の年齢より大人に精神年齢が高いということで、ハンバーグだった人は赤ちゃんレベル、卵焼きだった人はまるで大人という診断結果が出ました。イエーイ。合ってますか？この診断結果合ってるんですよ。もんも最初ハンバーグってやりました。そしたら赤ちゃんレベルって出ました。カンカラコーン、サンカラフルなたくさんのダルマありがとうございます。顔が赤くなった。じゃあちょっと一回テロップを、はい。じゃーん、197日、違う、間違えた、ピッピ、訂正、198日、ありがとうございます。これなんだと思う？これはバミトントン、名付けてバドミントンです。イエーイ。これが羽、あ、バナナじゃないですよ、何言ってる、羽、ラケット、金魚好きなわけあるかーい、なんでやねん、パチーン。198日ということで、すごいですね、198日ですよ。野々垣さんは1000日だもん。198日ありがとうございます。イエーイ。バナナじゃないでしょ、そんなバナナ。滑った。フィッキーさん、888、ありがとうございます。カツタンおっぱい、ありがとうございます。キリンですね、アバターが。198日ありがとうございます。続いて、まだまだ皆さん心理テストをしたいと思います。したいですか？したい。皆さんまだまだ心理テストはしたいですか？はーい。耳もでっかくなっちゃったということで、もう一問心理テストをします。はい、次、電車に急いで乗ってきた人は、てんてんてん、電車のドアが閉まる直前に荷物を抱えた女の人が走って、間違えた、荷物を抱えた女の人が走って乗ってきたよ、その女の人はどんな人、どんな人っていうか、まあ、その女の人は誰でしょうという問題ですね。はい、電車のドアが閉まる直前に、ピリリリリ、閉まる直前に荷物を抱えた、わっせわっせ、女の人が入ってきました。その女の人はさて誰でしょう。みはる、ココナさん、須田さん、きみちゃん、きめたん、なんやん、かいにゃん、もものママ、熊崎さん、郵便局の人、ものがくさん、あおみさん、池田さん、ジュリナさん。この診断結果を聞いてびっくりすると思いますよ。この診断結果であなたが答えたその人は、
苦手なタイプの人です。ということで今ももと答えた人はあのももが苦手ということになりますので、ももを答えた人いませんよね。まさかたくさんコメントで来てたと思いますがほら走ってきた女の人苦手なタイプの人ですももって答えた人結構いましたよ。大丈夫ですか？じゃあ変更します。はい、まあ、今からでも変更は聞きますよ。大丈夫ですよ変更できますよ今でもはいはい、じゃあ次は、まあ、いい感じの問題にしますね。次はどんな鍋にする？鍋パーティーをすることになったよ。グツグツグツ。あなたがどんな あなたならどんな鍋にする？今の気分で答えたね。4択です。これはあ、おでん、い、すき焼き、う、キムチ鍋、え、カレー鍋。さあどれだ？ちくわ鍋などありません。ポーリーさんハートありがとうございます。おでん、すき焼き、キムチ鍋、カレー鍋これは怖くない、これは怖くない、大丈夫だよ。これは怖くないので安心してお答えください。これはどんな診断結果が分かるのでしょうか。すき焼き、まあ、すき焼きが多いと思いますね。はい、じゃあ答えましょう。あなたの恋愛のタイプです。これはこれは実は恋愛の占いでした。あなたの恋愛占い、あなたの恋愛のタイプです。あ、おでんを選んだ方はベタベタ恋愛タイプ。い、すき焼きを選んだ人は束縛恋愛タイプ。う、キムチ鍋と答えた方はあっさり恋愛タイプ。え、カレー鍋と答えた方は情熱恋愛タイプでした。イエーイ。ちなみにモモはう、キムチ鍋ということで、モモはあっさり恋愛タイプでしたねえ、これ合ってる？いい感じ？合ってる？合ってますか？これはそうだよ、情熱的、合ってる。おお、期待できますねこの心理テスト。そうそうそう、当たってる。じゃあこれがラストの問題にしますねラストの問題にしますね。じゃあラスト問題、じゃらん、あ、ラスト、皆さんラスト問題やりたいですか？ぽよーん須田さんへの愛は情熱的ですよ、もちのロン。じゃあ最後の問題をします。どこから来た贈り物問題今から3000人の方をテストしたいと思います心理テスト、ラスト問題。贈り物が届いたよ。どこから来たものだと思う？1、あ、寒い町、ブルブルブル。い、暖かい町、暑い。う、海の近くの町、ジャバーン。え、山の町、ぽっぽり。さてどれだと思いますか？あ、寒い町、い、暖かい町、う、海の近くの町、え、山の中の町。さてどれでしょう、どれでしょう、どれでしょう。
グミが多いですね。寒い町も多いですね。暖かい町はいませんね。思ったの裏のおじさん。そんな回答ありません。ナウイ入内島、それはちょっと本には載ってませんね、さすがに。裏のおじさん。そうそう、答えを言いましょうかね。答え、あ、寒い町と答えたあなた、そこのあなたは恋のスカ、あ、これはね、恋のスタートのきっかけです。あ、寒い町を選んだ人は励ましてもらった時に恋のスタートが始まります。い、暖かい町を選んだ人は楽しませてもらった時に恋のスタートが始まります。う、海の近くの町と答えた方は可愛いとかかっこいいところを見た時に恋のスタートが始まります。そして絵を選んだあなたは頼れるところを見た時に恋のスタートが始まります、ということですね。ちなみに門は絵でしたので、頼れるところを見た時にでした。そう、もう心理テスト好きなんだ。そう。そう。ということでね、たくさんの心理テストを皆様にしましたが、まあ、自分のタイプが分かったでしょう。テスターハートありがとうございます。面白かったですか？皆さんの感想を聞くためにモモの耳がでっかくなりました。スペタンカクタンめっちゃかわいい、ありがとうございます。ユッキーさんめっちゃかわいい、ありがとうございます。勉強になりました。皆さんもぜひ本屋さんで心理テストを買ってみてはいかがでしょうか。デカ耳似合う？あ、今日は8時までです。デカ耳似合いますか？フィットしてる？はい。似合いますか？ありがとうございます。カツタンだるま、ありがとうございます。パンパカティさん、コン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 、招き猫のお子はありがとうございます。タンタンメンタン、似合う、ありがとうございます。そうそうそう、そう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 、ナナチさんかわいい、ありがとうございます。パチ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 、ということで今日のドリンクは久しぶりにドリンクコーナーがやってまいりました。今日のドリンクはさてこれ何でしょう。ももはちなみに最初牛乳だと思いましたが牛乳ではありません。お腹が鳴った。うん、当たってる人がたくさんいますね。これですよ、この色、このいい色をご覧ください。
いい色ですね。感想言います。うん、いいお味。何近いですか。いい感じじゃない。いいですね。食レポ、このいちごの、いちごって言っちゃいましたね今。いちごの風味感がすごく楽しめます。いちごって言っちゃいました。ということで答えはいちごカルピスソーダでした。いちごカルピスと答えた方は何人もいました。でもいちごカルピスソーダとか答えた方はいますか。さらっと言ってしまいました。いちごカルピスソーダです。ソーダさんですね。はい。ソーダです。いちごバーさん、ハートありがとうございます。クロスロードさん、コン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 。招き猫のおこわ、ありがとうございます。クロスロードさん、違った、タクジーさん、タコさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃんじゃんじゃ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 んじゃんじゃ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 ん。あの皆様、クリスマスツリーが出たことによって、あのフロちゃんが消えていると思いがちなんですけど、フロちゃんはずっとここにいます。こんにちは、こんにちは。僕フロちゃんこと風呂敷くんです。よろしくお願いします。ゆきさん、お弁当箱包む風呂敷みたいなやつ、ありがとうございます。ボンボン、じゃーん、アップ、アリマツ48さん、ハートありがとうございます。近い、やっぱり、やっぱり近いですか。クリスマスツリーに飾ろう、飾れないんですよそれが。あ、落ちた。そう、カルピスソーダ、濃いめのいちご、詳しいですね。詳しい詳しい。え、止まった？あ、落ちた。あ、立った。服のデザイン気になる。服のデザインですかね今日の。はい、なんて書いてあるかわからないですね。なんか、なんだろう、ハートみたいになってて、その中に英語が書かれてます。なんて書いてあるかわかりますか。はい、なんて書いてあるかわかりますか。モス、モストフェアリー。読めるんだねみんな。そりゃそうか。妖精、あ、妖精ですね。でもは今日妖精ですね。あ、55分になって8時になったら切れてしまうので、とりあえずランキングを13位から読みたいと思います。13位のっさん、ありがとうございます。13位クロストロさん、ありがとうございます。12位チョコパワーさん、ありがとうございます。11位カットしたん、ありがとうございます。10位ユウさん、ありがとうございます。ちょっと暑すぎて顔が赤くなってきてる。 OK。 9位ナイキさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ラッキーセブンゴンさんもありがとうございます。6位皆さんありがとうございます。5位としさんありがとうございます。4位かつさんたんたんありがとうございます。消えた。3位タンタンメンタンありがとうございます。2QD43ありがとうございます。そして今日の1位、ピンポンパン、おー今日の1位を発表します。今日の1位はチャカ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 チャありがとうございます。それではいきます。せーの、第4弾になったということで、すごくその須田さんのねランキングに入ってるの。さっき見たらなんか須田さんのあの推しメンランキングのところに74位に入ってて、ももの自分のところに61位とかに入っててぜひ皆さん見てくださいなので大富豪は8時5分から大富豪をします。なので見てください。違うやってください。8時5分からやります。見てください。今は大貧民に落ちさせられました。ビジル48です。でも時間かかるから、まあ1時間ぐらい、30分とか1時間ぐらいやります。に落ちさせられました。なんでももは今回あのなりすましを使って都落ちをさせたろうと思います。違うな、なりすましは使わずに都落ちをさせようと思います。なので頑張ります一応先にせーの、ニニありがとうございました。バイバーイ。4000人いた、すごいすごいすごい。はい、チーズ。シャリありがとうございました。大富豪でお会いしましょう。明日のショールームはまた発信予約します。こちらもチェックお願いします。バイバーイ。また大富豪でお会いしましょう。バイバーイ。大富豪になります。